ノルウェーが積極的に攻めてくるでしょう。なでしこジャパンは守備的なフォーメーションでノルウェーの攻撃をしのぎます。ノルウェーのヘーゲルベルグは熊谷咲と三宅しおりによって厳しくマークされるでしょう。なでしこジャパンはカウンター攻撃でチャンスを狙います。植木理子と田中美奈はスピードでノルウェーのディフェンダーラインを突破しようとします。しかしノルウェーのゴールキーパーはなでしこジャパンのシュートを何度も阻止します。前半は0対0のスコアレスドローで終わります。後半はなでしこジャパンが攻撃的に変わります。長野風花と遠藤純がサイドから積極的に攻め込みます。長谷川優と杉田ひなも中盤から前線に絡みます。清水梨沙と南萌絵香も攻撃参加を増やします。なでしこジャパンは圧倒的なボール支配率を誇ります。しかしノルウェーも反撃に出ます。ヘーゲルベルグは一度だけ山下彩香のゴールに迫りますが、山下彩香が見事なセーブを見せます。試合終了間際になでしこジャパンが決勝ゴールを奪います。